はい、こんばんは、ネマールでございます。今日はですね、こちら前回かなに通ったんですけども、旧国道958号線の、歪みってとこかなに行ったんですけど、その手前に登る道があったんですよ。これだこれを登っていきます。よろしくお願いします。で、最初僕はここが今見たらその158号線の旧道の本当の入り口かなと思ってみたら、全然違うところへ走っていく道だったんですね。ですので、いっぺんどこまで行けるかわからんけど行ってみます。まあ多分作業人道的なもんなのかもしれませんね。あまり遠くは行けないかもしれないんで、もしかしたらおまけ程度のメイン動画になるかもしれません。今登って行ってますけども、右手下方に歪み旧水道に向かう旧158号線がございます。そこを、上に見て登っていく道なんですけども、これどうなんだこれ、一応道だよねこれどうなんだろう、この下が何あるかわからんので気をつけましょう。これ方面的には今これって方向的にはさっきのなんだ158号線原道をに逆側に向かってる感じですね。畑ここまでかな、なんだこれ、あここまでか、なんかこんだけだねなんだろう、これもう道じゃないよね。道はないですね。なのでここが最終目的地ですね。で、蜂蜜の一斗缶があるんですよね。ちょっと U ターンしますよ。まあ、このようななんか、まあ今は柵してないけど、これ多分電気柵かなんかしちゃったんだろうね。の上で、いや蜂蜜っていう一斗缶があるし、なんかそういうなんだろうね、養蜂か、それともなんか研究的なとこなのか分からんけど、そのために登ってくるための道だったみたいです。はい、まあ立ち入り禁止って書いてなかったんで、まあ別に悪くはないと思うんですけど、まあ、あまり立ち入りとこじゃないと思いますんで、早々に帰ります。そうだよね、だってこの上もないよね。ないね。うん、今の道が終着点となりますね。まあちょっと少ない距離ではありますけど、相当ちょっとまずい道なんで、まあこれ見た方はもうこれで満足して終わってください。ということで今日はこれまででございます。やっぱおまけ的だったらサブチャンネルかな。